こんにちは。即解釈の久保です。アップル製品で皆さんご利用ですか実は今まで考えたことなかったんですけども、アップルの本社ってどんなビルなんだろうと思ってたんですよ。そうしたらひょんなことからね、それを解説する動画を見つけまして、ちょっと概要欄にリンク貼っておきますけども、これが会社かよって思えるようなね、奇想天外な作りでしたね。よくこれほどまでのものを作ったなと。軽くテーマパークですよ、これは。Google の本社もちょっとね、見たことがあったんですけども、 まあ会社ですよね言ってみれば自由ではあるけど会社でもアップルはねこの本社の建物の作りから違いますね非常にどぎもを抜いてるなと思ったばかりでございますそれでは動画の方概要欄からご覧くださいどぎもを抜きますねこれはね